こんにちは、ともです。今回はニコン ZF の暗所性能についてお話ししていきます。ニコンさんから ZF を1ヶ月ほどお借りしていて、撮影や検証をいろいろしているところです。冒頭に流した写真と映像は ZF に F4 レンズの 14-30mm をつけて撮影したものです。動画はジンバルに乗せてログ撮影、写真は手持ちでロー撮影したんですが、暗い F4 レンズでも夜景が綺麗に撮れることが分かりました。今回暗所性能の検証結果をもとに設定を考えて撮影したので、このあたりについてお話しします。まずは検証内容からです。いつもソニー機ではデュアルISOの確認からしているんですが、今回 ZF でも確認ができました。デュアルISOはノイズを抑えてダイナミックレンジも広く確保できるベースISO感度が2つあるということです。明るい環境では1つ目のベース感度を使って、暗い環境では2つ目の感度を使うことでノイズを抑えた撮影ができます。ということで早速ベース感度の確認をします。1つ目のベース感度は拡張感度を除いた最低の数値で、 ZF では1つ目のベース感度は基本的に100ということになります。この写真は光が入らない状態で撮影した写真を編集してノイズを目立たせたものです。ISO100 から感度を上げていくとだんだんノイズが増えていきます。ただ急にノイズが減るタイミングがあります。これが2つ目のベース感度です。ここからまた感度を上げていきますが、最大の64000までずっとノイズは増え続けました。つまり ZF の静止画でのデュアルISOは100と800ということです。今度は動画のログでも試してみます。ログは最低感度が800なので、800が1つ目のベース感度です。ここから ISO 感度を上げるにつれてノイズが増えていきますが、 ISO6400 でノイズが減りました。 ISO6400 から最大の5万までずっとノイズが増えていきます。つまりログのデュアルISOは800と6400ということです。静止画は100と800で、ログでは800と6400なので、1つ目の8倍、つまり3段上の感度が2つ目のベース感度ということになりそうです。これは確認まではしていないんですが、 HLG の1つ目の感度が400なので、2つ目の感度は3200かなと思います。続いて検証結果をもとに設定の解説をしていきます。今回の静止画撮影ではすべて2つ目のベース感度を ISO800 に設定して、 F 値は開放 F4 で固定、シャッタースピードだけ変えながら撮影しました。手持ちの夜景撮影ではシャッタースピードが長くなって手ブレを起こさないように注意しないといけません。手ブレしないシャッタースピードの目安は焦点距離分の1秒なので、14から30ミリだとだいたい15分の1秒から30分の1秒あたりということになります。ただ ZF は8段の強力な手ブレ補正があるので、もっと長くしても大丈夫です。今回は焦点距離30ミリで10分の1秒くらいで撮ったりもしていましたが、まだまだ長くしていいと思います。全体の印象を見つつ、ヒストグラムで白飛び黒つぶれを確認しながら調整してみてください。明暗差が大きすぎる環境で JPEG で撮るなら、フラットのようなコントラストが低いプリセットを使った方がいいかもしれません。今回はローで撮っているので、Lightroom で後からプリセットを適用できています。この写真はスタンダード、素直で綺麗な写真に仕上がると思います。これはポップの設定です。全体の彩度が高いので、ちょっと遊園地っぽく明るい印象で写ります。これもポップの設定です。今度はブリーチを適用した写真です。コントラストが高くて彩度が低め、全体が緑がかった印象になります。メタリック感があって好きな色味なんですが、使うのは結構難しいので、適用量を調整して使うのもありだと思います。これはソンバーの設定で、彩度を高くしつつ明るさは抑えてあります。ちょっときつめに見える人もいるかもしれません。静止画は以上で、次は動画の設定なんですが、今回かなりラフな設定をしてしまっています。
普段使っているソニー機では露出値とヒストグラムを見ながら設定をしているんですが、 ZF の動画では露出値が表示できないのと、この時ヒストグラムの出し方も分かっていなかったので、見た目の印象だけで露出調整してしまっています。ヒストグラムは初期設定では表示されませんが、カスタムメニューの動画から表示できるようになりますし、ソニー機ではできないウェーブフォームモニター表示もできるので、これはいいなと思いました。ということで設定ですが、 4K24P のログ撮影でシャッタースピード50分の1秒、開放 F4、 ISO 感度は2つ目のベース感度の6400から1万くらいで調整をしました。ソニーのログと同じく露出オーバー気味に撮った方がノイズを抑えやすくなります。検証結果からも分かる通り、ベース感度の手前で撮るとノイズがとても目立つので、比較的明るい環境で ISO 6400もいらない場合でも、 ISO 5000や4000には設定せずに、とにかく6400まで上げてしまって ND や F 値で調整した方がノイズは減ります。静止画なら ISO 640よりも ISO 800を使った方がノイズが減るということです。撮影した映像にニコン公式のラットを当てているんですが、ちょっとコントラストが高い印象だったので低く調整しつつ、露出を微調整して終わりです。ログや HLG ではなく SDR で撮る場合は、やはりフラットのようなコントラストの低いプリセットを使ったり、他のプリセットでもコントラストを下げて撮影すると白飛び黒つぶれを抑えやすくなると思います。ということで今回はニコン ZF の暗所性能についてお話ししました。機材選びや撮影の参考にしてみてください。今回の動画は以上です。この動画が少しでも役に立ったという方は高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。